大丈夫ですか。ご紹介から行こうかな。はじめて調子に来てくれた子もいるので、自己紹介から始めます。まずは玉駅長代理。ありがとうございます。我が輩は猫駅長である若山電鉄岸駅の駅長三毛猫のタマちゃんです。岸駅で飼われているとっても可愛い猫駅長はあまりにも有名ですよね。そして今日来てくれた子は通称玉駅長代理。 和歌山から調子まで来てくれて本当にありがとう。では玉駅長いいですか。可愛いポーズをしてください。可愛いポーズどうぞ。ああ可愛い、ありがとう、ありがとうございます。では次に紹介するのは若パン。はい、若パン。和歌山県観光 PR シンボルキャラクターの若パンです。若パンダ、パンダですね。ありがとうございます。いつも和歌山のいいところを発信してくれています。 では若パンも可愛いポーズいきますよ。はい、ポーズ。はい、可愛い、ありがとうございます。では続きまして我らがチョーピー、調子師の PR をしてくれているキャベツ色の可愛いチョーピーです。今日は一緒に写真をたくさん撮りましょうね。チョーピーの可愛いポーズまで、せーの、はい、ポーズ、ありがとうございます。そして 次は駅長犬 JR 東日本千葉支社の公式マスコットキャラクターで駅長の衣装を着ています。今日は来てくれてありがとう。駅長、今日はかっこいいポーズをお願いします。はい、ありがとう。そしてでは最後に銚子市ジオパークの PR 大使ジオ長。 銚子には屏風ヶ浦っていう古い地層が残っていて、その PR をしてくれています。よく見るとジオッチョの頭は地層になっているんだね。はい、今日は一緒にたくさん写真撮りましょう。ジオッチョの可愛いポーズもお願いします。ありがとう。はい、ありがとうございます。ではこの後みんなにはまた12時から集まってもらいまして、じゃんけん大会もここで開催したいと思います。